お世話になります、一人でございます。冠の雪原といえば、そうダイマックスアドベンチャーですよね。もはや冠の雪原というタイトルでなく、ダイマックスアドベンチャーというタイトルで発売してもいいというくらいに重要な目玉要素かと思います。で、伝説を全部ゲットするためには必ず数十回はダイマックスアドベンチャーをプレイしなくてはなりませんから、多くの方がプレイしまくってますよね。まあ私は未だにメインロームでさえもゲットしていない伝説いるんですけどね。とはいえ企画とかでやりまくってたら、あるあるがいっぱい出てきて、あるあるを早く言いたくなりすぎて眠れなくなりました。それゆえまたも視聴者さんからあるあるを募りましたので、今回はダイマックスアドベンチャーあるあるをご紹介していきたいと思います。ダイマックスアドベンチャーの略し方に困りがち。ダイマックスアドベンチャーっていう名前は非常に長く、フルで言うのはしんどいので略したくなると思いますが、略し方が難しいんですよね。ダイマックスはすでに使われている言葉で、アドベンチャーも普通に使われる言葉なので、マックスレイドバトルをレイドと名前の一部を呼ぶようには呼べないかと思います。日本語でよくある略し方で考えても、ダイアドはなんかしっくりこないし、クスアドはアホっぽいし、イマックはマクダナルスっぽいし、ダイベンはダイベンですし、クスアドベンチはキモいしと、八方塞がりですよね。これがみんなの気持ちかと思います。代弁だけに代弁と代弁させていただきました。真面目な話、今の SNS 時代において、短い言葉でやり取りしにくい名称というのはシェアしにくいし、されにくいしで、ユーザーから見てもビジネス的な側面から言っても、代弁だけにクソみたいな欠陥かもしれませんね。自分のポケモンを使えなくてピエンがち。初めてダイマックスアドベンチャーをやる際に、自分のポケモンだとガラル粒子に反応して暴走するらしく、特別な耐性を施したレンタルポケモンで巣穴を攻略しろと研究員に言われるんですよね。ちょっとずるい理由な気もしますし、特別な耐性を施したってまるで改造じゃねえかと思ったりしますが、そこは置いておきましょう。とにかく剣盾発売から1年以上経過し、追加 DLC の第2弾というたくさん育成したポケモンがいるような状況下にもかかわらず、自分のポケモンが使えないのは、今まで俺たちは何をしてきたんだみたいな気持ち、つまりピエン状態になってしまいますよね。自分のが使えないだけでなく、そのレンタルポケモンは弱いし、まさに泣き面に蜂、つまりピエンズラにビークイーンですよね。なんだかんだ左利きがち。進路を決める際にオンラインプレイで右の方がややいいかなと思う時でも、なんだかんだ左に決まることって多いですよね。最初から左を選択しているから適当に押している人もいれば、放置している人もいるでしょうが、それを差し置いてもなんか左に行くこと多くないですか。もちろん明らかに右がいい場合は別ですけどね。左回りの法則という、陸上のトラックとかコンビニとか、人間は左に行きたがる性質がありますから、強い理由がなければ本能的に左を選択してしまうのかもしれませんね。丸見えなやついがち。進路を決めていく画面ではポケモンが煙のようなもので覆われていて、じっくり見ないとポケモンの正体はほぼわからないかと思います。ただまたどガスとかホエルコとかはその煙からはみ出すぎてて丸見えになっているんですよね。特にマタドガスは煙がはみ出まくっていて、どんだけーと微笑ましくなりますよね。伝説のタイプ明かす意味ナッティング勝ち。ダイマックスアドベンチャーでは進路を決めたりする画面で、全てのポケモンについて一つずつタイプが公開されているかと思います。伝説ポケモンもその例外ではなく、タイプが一つだけ公開されていますが、ほとんどの場合意味ナッティングなんですよね。特にドラゴンエスパーの場合は該当するポケモンが多すぎて、タイプを知っていたとしてもほとんど何の役にも立たないかと思います。それどころかドラゴンと記されていたから、必死になんとかの思いで氷タイプを連れて行ったら、いたの我知らぬで思いっきり弱点突かれて瞬殺されるなんていう経験を誰もが一度はしたのではないでしょうか。大変でそれは大変だし、マジ勘弁。臨床いらんがち。ゲームフリークは私たちに協力プレイをしてほしいためか、あらゆるポケモンが臨床を覚えていますが、正直いらんと思っている人は多いでしょう。もちろん意思疎通できる仲間と一緒にやったらそこそこ強いですが、オンラインやソロプレイではほぼ使えないですし、技の枠がもったいないと感じてしまいますよね。頼むから技だけでも強くしてくれよと何度願ったことでしょう。先制ダメ押しがち。ダメ押しは自分より素早い味方がいて初めて効果を最大限に発揮できる技ですが、ダメ押しを覚えているポケモンはカマス城やペルシアン、レパルダスなどのレンタルポケモンの中ではかなり速い部類の素早さを持つポケモンばかりなんですよね。普通に使っても割とマシな技だとはいえ、効果をフルに使えないことにもどかしさがありますよね。いざ速いポケモンが味方にいても結局そいつが補助技を使ってしまい、実質ダメ押しが先制になって
ってしまって期待を裏切られたことは何度もあることでしょう。この裏切りこそ我々に対してのダメ押しですよね。手助けがガチで手助けになりがち。今までのレイドではバリアを壊すことが重要なので手助けの必要性は高くなく、必要性が高くないのに NPC はわざわざコスモパワーをやるようなポケモンに手助けしたりして、かなりうざい技の一つだったと思います。ただダイマックスアドベンチャーでは自分が相手に対して有効な技を持っていない時とか、味方に4倍弱点の技を持つやつがいた時とかに優先度も高い手助けがマジで大活躍してくれることって結構ありますよね。他にも通常レイドだと体力が満タンの時に使われがちでうざい技の命の雫もダイマックスアドベンチャーでは誰かしら大きなダメージを負ってるので NPC がやったとしても大概役に立ってくれますよね。タイプ一致技ないがち。レンタルポケモンは弱い技が多いですが、中でもタイプ一致技がないポケモンもいて、タイプ的にこのポケモンいけそうだと思っていざしっかり技見たら全然タイプ関係ねみたいに思った方は多いのではないでしょうか。例えばモスノーは特攻の種族値が高く氷タイプだから超活躍してくれるだろうなと思ってたら、まさかの氷技なしという。しかも虫タイプ技は虫の抵抗で強いっちゃ強いけど氷技がなく、虫タイプ技も火力が低いとせっかくのモスノーが台無し。こんな感じで複合タイプだと一致技がないことがあり、あっても煉獄とか穴を掘るとかの一癖ある技が採用されててしんどいですよね。せめて技くらいは最強のやつを採用してくれ。進化前のポケモンなんかやだがち。レンタルポケモンの中にはなぜかリザードやドロンチやゴンベなど進化前の中途半端に育ててあるポケモンがたくさんいますよね。そいつらは実力的には特にドロンチなんかは強いまでありかなり活躍もしてくれるんですが、なんか頼りない感じがしますよね。普段進化前のポケモンはバトルで使うのは最初にストーリーを進める時くらいだし、なんか取り急ぎで戦っている感があり難しい感じがあるんですよね。これって私だけじゃないですよね。ポケモンの交換は失敗に終わりがち。ポケモンを倒してゲットした際に使用しているポケモンをそのポケモンに交換できたり、途中で研究員のところに行けばポケモンを交換してくれますが、大概この交換が理想通りに行くことはないですよね。体力が残りわずかなやつや状態以上のやつがいて、自分がちゃんと交換枠を譲っているのに全く関係ない別のやつが交換してしまったり、相性的に強いポケモンで今後必要なのに交換してしまったりとほぼ確実に失敗しますよね。っていうかそもそも最初にポケモンを選ぶ段階でそいつだけは選ぶなよってポケモンを NPC は選んでいるので、別のポケモンと交換しないと本当に完璧にきつい状況が成立してしまうんですよね。ただ交換がうまくいって一回もやられず超万全な状態で伝説と対峙するような時にもかかわらず普通に負けてしまうみたいなことも結構あるんですけどね。 NPC ガチムカチガチ、ここまで散々具体的に言ってきましたが、それをまとめるととにかく NPC って無価値なんですよね。ここまで上げてきた以外にもライチュウはずっと同じポケモンと毎ターンスピードスワップして入れ替えて戻して入れ替えて戻してという意味のない行動をしてたり、どうせすぐ能力上昇は消されるのにドラピオンはずっとツボついてたりしていてイラつくので無価値どころかマイナス価値です。他にも味方のライチュウとライボルトの飛来心に電気技が吸われたり、まあこれはオンラインでも自分も含め味方ほぼ全員が電気技使って全部吸われたことがあるんで人のことは言えないんですけどね。せめてほんとせめてのお願いだから何でもいいから攻撃技をしてって誰もが一度は思ったことでしょう。まあ、攻撃してくれても味方の中で相性的に一番強いのに効果今一つの技しかやらなかったらブチギレたくなるんですけどね。応援に運命握られがち。ポケモンがやられてしまったらプレイヤーは応援することができ回復できたり能力アップできたりしますよね。で体力あとわずかのポケモンが何体かいてこのターン相手の攻撃を耐えれば勝てるみたいな時に応援で回復してくれ頼むと祈るも大体は声が響くだけで結局倒されちゃうんですよね。こんな感じでバトルがもはや応援に依存しすぎた応援ゲーと化すことはよくあることではないでしょうか。ギリギリでいつも負けがち。最後の伝説のところまでは大抵いけると思いますが、伝説と対峙して時間をかけてようやくあと一発攻撃を当てれば倒せるぞというところでギリギリで負けてしまうことはよくありますよね。伝説は1回の戦いが長いですし、序盤で負けても後半で負けても報酬とかは何も変わらずただただ時間を失うだけなのでイラつく人は多いのではないでしょうか。私は何回もイラつきすぎてそれに心が耐えきれなくなったせいか負けても何にも感じない無感情な人間になってしまいました。
ジガルデだけガチで団地でレベチで地ゲチガチ。これは他のあるあると比べても圧倒的にあるあるだと思いますが、ジガルデだけはマジで異次元の強さですよね。頻繁に全体攻撃してくるし、たとえワイドガードなどの防御手段が整っていても、一つの技の火力が高すぎてなんだかんだ耐えきれないのはよくあることかと思います。そしてパーフェクトフォームになった時の回復が団地でえぐいですよね。本当に文字通りパーフェクト。締め付けるを頻繁にやってくれないと勝てない、まさに運ゲーと言ってもいいでしょう。でもこういうきついポケモンがいても、むしろゲームとしては非常にやりがいがあって面白いですよね。だからといって全く勝てないわけでもないし、強すぎるのはジガルデ一体くらいだし、本当に素晴らしい難易度調整だと思います。あっぱれ。マッシブーンのやられ方うるさいがち。どのポケモンも攻撃を受けた際にちょっと動くとかの反応があると思いますが、マッシブーンは攻撃を受けるたびに豪快なマッチョのポーズを取るんですよね。この見た目がとにかくすごくうるさいんですよね。他のポケモンではそもそも攻撃を受けた時に動いてるっけと思うくらい気になりませんでしたが、マッシブーンに攻撃してあのうるさい動きを目撃して初めて、あ、他のポケモンも動いてたのかと気づいたくらいです。まあそのうるささがマッシブーンらしくてむしろ好きなんですけどね。色違い厳選はなんだかんだきついがち。冠の雪原配信当初、ダイマックスアドベンチャーでは色違いが出やすいと話題になりましたよね。実際光るお守りありだと色違いの出る確率は 1% らしく、確かに非常に高いんですが、一貫戦ダイマックスアドベンチャー自体は1回あたりかなりの時間がかかるので、厳選が楽になったとも言われますが、実際にやってみるとなんだかんだきついんですよね。とはいえプレイ中に目当てじゃないものの色違いは出てくるので、いいっちゃいいんですけどね。まあ、これに関しては色違いの価値が落ちないよう、すごく絶妙な確率で素晴らしいですね。やりがいありがち。ここまでで結構文句っぽいことも言いましたが、ダイマックスアドベンチャーは勝つ回数の方が多いけど時々負けるという感じで、簡単すぎず難しすぎずの超素晴らしい難易度で、色違いもバカバカ出るでもないけど時々出て、報酬のマックス功績も絶妙の数で調整されていて、ゲームとしてのやりがいはすごくありますよね。で、単純に伝説をゲットする以外にも色違いを探したりマックス功績を稼いだりと目的は結構あるので、しばらく開けずにできる様子で感動するレベルですよね。今までのポケモンの中でもトップレベルで作り込まれた要素だと思います。すごい。結局重要なのは友達。これは今までのあるある動画でも何度も言っていますが、ダイマックスアドベンチャーでもやはり友達は重要です。いなくてもできることにはできますが、友達とボイスチャットやワイダンをしながらプレイすれば楽しさも倍増するでしょうし、俺は回復役だ、私はネジハやります、ワイは光の壁張ったので、C は花粉団子かますじょうなんちゃってみたいな感じで戦略を立てればかなり勝ちやすくなります。そして何よりもバージョン別の伝説の入手は一人だと時間がかかりすぎるので、友達は必須とも言えるでしょう。故に友達のいない我々はまず友達探しという名のダイマックスアドベンチャーをクリアしなければならないのです。この世界は残酷だ、心臓を捧げよ。運ゲー。ここまでうだうだ言ってきましたが、友達も勝利も色違いも結局運なんですよね。つまりダイマックスアドベンチャーは運ゲーというか、よくよく考えれば私たちが今この時代にこの日本に生まれていることが運だし、今生きていることが運だし、人生そのものが運だし、全部運ゲーなんですよね。なのでゲームフリークはダイマックスアドベンチャーを通じて、何事も全部運ゲーなんだから、失敗しても腐らず、ちっちゃいことは気にすんな、それ若ちこ若ちこと私たちに伝えたかったのかもしれませんね。Just...